こんにちは、フロリダの北島和樹です。以前にですね、結構前になるんですけども、パワーポールの有効性についてご紹介していただいさせていただいた動画がありましたけども、今回はですね、そのパワーポールを1本から2本に増やすとどんな利点があるかっていうのをちょっと実際のフィールドで、紹介したいなと思います。よろしくお願いします。はい、前回のおさらいになりますけども、パワーポールの利点について、最大の、僕が思う、アドバンテージをご紹介しますと、まず1本下ろします。で、今風が、ボートの後ろ側から、吹いてきてますね。で、カバーがこっち側ですね、左側、風下に当たってます。で、普段だと、これぐらいの風だと風下から風上に向かってエレキを使って、打っていくんですけども、パワーポールがあることによって完全に固定されてますんで、風下からエレキを踏まずに、アプローチすることができる。だからそのプレッシャーがかかったバスでも、より静かに食わせることができます。で、この時点で、見える範囲で1発で2発3発4発5発とどんどん打っていけるので、これは本当にパワーポールでしかできないアプローチのシャローでの方法ですね。今ボートが風向きに対して真横になっている状態でパワーポールを1本だけ下ろしました。そうすると何が起こるかっていうと、あそこを軸にしてボートがどんどん回転しだすんですね。これ今見てもらうと分かるんですけど、カバーがどんどん近づいてますよね。あそこのパワーポール軸にしてカバーに近づいちゃうんですよ。こうするともうちょっと釣りにならない、それかもしくはエレキで動かさなきゃいけないんで、余計なプレッシャーを与えてしまう。で、これを克服するために2本にするとどうなるかっていうのを次ちょっとご紹介します。で、今度はパワーポール2本同時に下ろします。風はボートの真横から受けてる状態ですけども、2本あると軸がぶれないので、これ見てもらうと分かるんですけど、シャローカバーとボートが、この距離がずっと保てます。さっき1本だと底軸に回っていっちゃったのが、がっちり2本で固定できているので、風が横から受けながらもボートをがっちり固定できる。これ2本ないと、できないシャローのアプローチ法です。でですね、実際のフィールドでショーラインというのはこうまっすぐじゃないですよね。こういうふうに湾曲していることが多いので、常に1本だけで、風に対してまっすぐ流していくというのはすごい難しいです。まあ、今のこの状態だったら大丈夫ですよね。こうやってまっすぐ、風に流されながら、打てると。で、パワーポール1本でも、戻してみましょうか。1本だけ下ろして、ボートは風に対してまっすぐなのでカバーにほとんど当たらずに受けると。で、でも次のステップ、次のアプローチ、こう次の方にスポットに流していくと、ここで曲がってますよね。曲がっていくってことはボートを曲げなきゃいけないので、ボートが風に対して真横になった状態で止めたいってなった時に、これはやっぱり2本ないと止めれないんですよ。流れませんね。で、このまま次にアプローチ、エレキ全く踏まずにシャローカバーを打っていくことができる。最高でしょ。シャローの魚っていうのは基本的に透明度が高くても低くても警戒心が高いんですね。だからエレキはなるべく使いたくないです。だその中でこう風がある時とかに、それをうまく利用して釣っていくアプローチが大事。それをやるにはやっぱりパワーポールっていうのがもう最強なんですよね。だからその中でも1本よりも2本あることによって、将来の角度関係なしに、風向きの角度関係なしにボートを固定しながらアプローチしていく。こうすることによって超がね2倍も3倍も変わってきます。なんでやっぱりパワーポール購入される方は2本欲しいです。
今ね岸に来たんですけども、パワーポール2本使う時のもう一つの利点っていうのがですね、ボートを桟橋がないところの岸につける時、岩場が岩盤とか砂利とかでゴロゴロしてて傷つけたくないないなって時に、ボートが岸につく寸前に下ろして、パルがつかない状態で固定する。これも2本あることによって風が吹いてもボートがこう左右されないし、人間が人がこう降りてって戻ってきた時にボートが傾いちゃってて乗り込めないってこともないんで、よく大会でもみんな使ってますし、僕もすごい対応してます。